エベネーザー、ハワード、エベネーザーハワードは、近代都市計画の祖と呼ばれる、イギリスの社会改良家。田園都市論において、自然との共生、都市の自立性を提示し、その後の近代都市計画に、多くの影響を与えることとなった。その功績は、パトリック・ゲデスと並ぶ。重工業が発展するロンドンの、あまりの環境悪化と貧困の拡大を憂いた、彼は、 アメリカシカゴのガーデンシティ構想から刺激を受け、都市と農村の結婚を目指して1898年に、アスヒクシンの改革に至る平和な道を出版。1902年にわずかに改定され、アスの田園都市と題名が改められた。これは人口数万程度の限定された規模の自立した食住近接型の都市を郊外に建設するものである。住宅は、 公園や森に囲まれ、農作業などをするスペースもある。豊かなものや貧しいものなど、多様な家庭のための賃貸住宅があり、その賃貸は、田園都市を運営する土地会社によって行われる。この資金を元手に、住民たち自身が公共施設の整備などを進めるなど、住民によるコミュニティ形成も目指したところが重要な点であった。 この理論はあまりにも無想的だと批判されたが、彼は現実に1903年ロンドン北欧のレッチワースに田園都市を着工し、住民を募集し、その運営を見事に軌道に乗せてみせた。第一次世界大戦後には二つ目の田園都市、ウェリンを作り、その後ドイツで建築家、ヘルマン・ムテジウスやブルーノ・タウトラと接触し、彼らによって、 ワイマール共和国時代のドイツ各地での住宅開発計画が進められた。ハワードは1928年没するが、レッチワースなどの成功はイギリス政府を刺激し、その後政府の手で30以上のニュータウンコミュニティが建設された。彼の著作及びレッチワースをモデルとした都市計画が著作出版から10年以内に北米、ヨーロッパ、ロシア、 日本など世界各地に出現した。21世紀の今日でもニュータウン建設や、郊外住宅建設にあたっては、ハワードの理論が引用されることが多い。だが、それらの多くは、田園都市の美名のもと、単なる、ベッドタウンに終わり、食住近接の自立した都市や、住民によるコミュニティまでを実現しようとした、例、実現した例は、多くない。 ハワードの三つの磁石図、明日引く真の改革に至る平和な道に掲載された、彼の思想を表現した図面である。都市と田園と、田園都市の三つの磁石が人々を引きつけようとしている。The three magnets, the people, where will they go? 人々は、どこに行くだろうか ?Closing out of nature. ソーシャルオポチュニティ、アイソレーションオブクラウズ、プレーセズオブアミューズメント、ディスタンスフロムワーク、ハイマネーウェイジーズ、ハイレンズ、アンド、プライセズ、チャンセズオブエンプロイメント、エクセッシブアワーズ、アーミーオブアイエンプロイド、フォグスアンドドラウト、コストリードレナージュ、ファールウェア、マーキースカイ、ウェル、リットストリーツ、スラムズアンド、ジンパレシズ、ポレーシャルエディフィセス、自然からの隔離。 社会的な機会、群衆の中の孤独、陥落の場所、仕事場からの距離、高い賃金、高い家賃と物価、雇用の機会、超過労働、失業者の大群、霧と干ばつ、高い下水、汚い空気、霞んだ空、よく照らされた夜の通り、スラムと酒場、壮大な建築群、 ラックオブソサエティビューティーオブネイチャーハンズアウトオブワークラントライングアイドルトレスパサーズビーウェアウッドメドフォレストロングアワーズローウェージズフレッシュエアローレンツラックオブドレナージュアバンダンスオブウォーターラックオブアミューズメントブライトサンシャインノーパブリックスピリットニードフォーリフォームクラウディッドドエリングスデザーテッドビレッジズ社会の欠如 自然の美しさ、仕事の少なさ、手付け数の土地、通行人は用心が必要、木々、牧草地、森、長時間労働でも低賃金、新鮮な空気と家賃の安さ、下水の欠如、豊富な水、娯楽の欠如、明るい陽光公共精神の欠如、社会改革の必要、住人の多い住居、 孤立した村々、ビューティーオブネイチャー、ソーシャルオポチュニティ、フィールズアンドパークスオブイージーアクセス、ローレンツ、ハイウェイジーズ、ローレンツ、プレンティートゥドゥ、ロープライセズ、ノースウェッティング、フィールドフォーエンタープライズ、フローオブキャピタル、ピュアエアアンドウォーター、グッドドレナージュ、ブライトホームズアンド、ガーデンズ、ノースモーク、ノースラムズ、フリーダム、c ーオペレーション、自然の美。 社会的な機会。簡単に野原や公園にたどり着ける。低い家賃、高い賃金。低い税金、やることはたくさんある。低い物価、重労働はない。企業のための場所、資金の豊富さ。澄んだ空気と水、よく整備された下水。明るい家庭と公園、煙やスラムはない。自由。共働き。ありがとうございます。